ツボアムシブランキーナスプライケイテリス SP コンプレックスは、林系動物門に属する微小な動物である。寄水産のプランクトンであり、海水魚養殖では、稚魚のための生き栄として重視され、大規模に養殖がなされる。隠蔽種を複数含んでいる。塩水ツボアムシは、淡水産のツボアムシなどと同族の標準的なワムシである。胴体の甲羅は硬化せず、 主として気水に生息するが、同時に公園分体制も持ち合わせる。また繁殖力も大きく、養殖漁業では大発生して問題となることもあった。ところが、この性質を利用する形で人工繁殖させて、深間もない魚類の餌として利用されるようになった。現在では効率的に多量に繁殖させる技術が確立しているが、 この技術の多くは日本で確立された。漁業方面では、この種のことを単にワムシと言っているらしい。また、飼育法が確立されていることから、海洋の動物プランクトン研究において、モデル生物とされている。メス個体の場合、飛行の長さ125から315マイクロメートル、ほぼ全身を包む、飛行は硬くならず、また廃校と復興との形態的な区別は、 はっきりしていない。飛行の形は壺状で、一番幅広いところはやや後方より、飛行の先端では、背後側には6個の棘があり、復興側は4ように分かれる。飛行の後端は丸く、棘はない。後端中央の指甲からよく曲がる足が出て、先端は小さな2つの跡で終わる。敷地は、背面側はやや四角く、面側は V 字になる。 なお、種内変異としては大きさの差が大きく、覆面前方炎や飛行の形にも若干の変異がある。有個体はメスより一回り小さく活発に遊泳する。消化管はなく餌を食べない。体内には精巣が動物後方の黒い点として観察される。本来はキスイ湖に生息するものである。日本でも各地のキスイ湖に普通に見られる。 養殖地に持ち込まれて大繁殖する例が知られる。世界に広く分布し、南極以外の世界の全域に知られる。これは高い分散能力によると思われるが、その主な手段は耐久欄にある。耐久欄は乾燥や低温にも強く、水流や風、動物によって運搬される。また、その環境体制の幅は非常に広い。沿岸部の気水湖、 内陸の塩湖だけでなく、アルカリ性のソーダ湖にも見られ、高い個体群密度を見せることもある。頭部の専門管で水流を作り、水中の微小草類などを食べる。死有個体の交尾による、良性生殖と、メスコタイタン毒での単性生殖が知られる。まず、倍数性単ため、生殖メスはそのまま、単ため、生殖メスを産むことで、多量に増殖する。他方で、 これが、両性生殖性メスを産むこともある。その場合、有個体が出現して交尾すると受精した卵は、耐久卵となる。これらの過程は、同一個体群内ではほぼ同時並行に起きる。全過程を終了するのに要する時間は、水温摂取25度で4から5日である。単性生殖メスは、寿命が7から14日で、この間に20個前後の卵を産む。 両性生,生殖に際しては、両性生,生殖メスは孵化後すぐに交尾をするが、それができなかった場合、その持っている卵から、オス個体を産む。ユー個体は、メス個体より一回り小さい。メス個体は、ユー個体と交尾すると2から3個の耐久卵を産む。耐久卵は、単性生,生殖卵より大きく、色が褐色を帯びる。なお、ユー個体は交尾前に、 メス個体の周りをぐるぐると回る行動をする。両性生,生殖による耐久卵生産は、ジンコ類に知られるように密度の上昇や餌の不足によって起こるのではなく、生育に公的な環境下でも活発に行われる。これは、ワムシの代謝産物の蓄積が誘引するものとされ、例えば飼育水の交換を頻繁に行ったり、無菌環境にすることでそれを抑制することができ、 逆に最近類やアワムシからの抽出物の添加で誘引することもできる。耐久卵は少なくとも1から2週の休眠の後で、なければ孵化せず、孵化に際しては光の刺激が引き金となる。なお、耐久卵は耐寒性、耐寒性が高く乾燥や凍結にも耐えるが、完全な休眠状態にあるのではない。 特にその初期には区環境への耐性が低いことも知られる。この種が生息する寄水域の定例中には、この種の耐久卵が蓄積しており、そこから発見された65年前に生産された卵の負荷も確認されている。なお、カキの大量培養においては、単性生殖をする系統が用いられてはいるが、それらにおいても条件が整えば、両性生殖が行われる可能性は、 高いという。この種は、ボン世界的に分布し、形態的にも変異が多く見られる。例えば、冷水性で、大型の L 型、断水性で、小型の S 型、SS 型といった型も区別されていた。しかし、それらを含んで本種は長く単一種と考えられてきた。塩湖に生息するものも多く、その分布が、広く、また往々にして隔離されているにもかかわらず、 種文化が起こらずに単一種として存在することについては、その分散能力の大きさによると考えられた。これが遺伝的に異なったものを含んでいることが明らかになったのは1990年前後のことで、アロザイム分析や染色体核型分析などによって、この種が少なくとも2種を含む複合種であることが示された。その後、 それまで知られてきた大きさの異なる3型が別種であることや、さらに形態的に区別できない隠蔽種が含まれていることが明らかとなった。現在は14種以上の隠蔽種を含むと考えられ、上記3つの方にはそれぞれに学名も提起されている。しかし、その素材としての学術的、実用的利用の幅広さから複合種としてまとめる扱いが続いている。 分子系統の分析では、それらは数百万年前に分岐したとされている。繁殖力が高く、時に大発生をする。そのため養殖地、特に寄水のうなぎ養殖などにおいて、水質悪化をもたらして、被害を与えることがある。これは、自ら割と呼ばれ、養殖地でのワムシ発生の状況を把握するための自動式ワムシ最終機が作られ、 特許申請されたことすらあった。しかし、現在では、稚魚の生き栄としての価値が、はるかに高い。小型魚の餌としては、それ以前から用いられたものにブラインシュリンプがあるが、これは、体長が約1ミリメートルである。しかし本種はそれよりもさらに小型であり、ごく初期の稚魚の餌として格別からざる位置にある。餌としては、養魚業以外でも利用される。 生物学でも海産小動物の飼育で多く用いられる。また、培養しやすいことから海産の動物プランクトンのモデル生物として利用される例も多い。海産魚の種苗生産において治療に求められる条件としては以下のものが挙げられる。稚魚の後継、陰頭系に見合った大きさであること形状が単純であること破い。 消化吸収が容易であること大量培養が容易であること十分な栄養価があること飼育水を悪化させないこと飼魚の設置生態に合致すること本種はこれらの条件によく合致する栄養価については培養時の治療によって調節することもできるまた本種では飼魚の陰糖を通過する際に外形が壊れて内容物が水溶性のコロイド状タンパク質として流れ出るため 消化能力の低い事業にも消化吸収できる。現在では例えば10億匹単位で冷蔵宅配が行われるまでになっている。大きさについても蒸気のような L 型から SS 型までの方を選択することで100から300マイクロメートルの範囲をカバーできるので対象とする魚種やその成長の段階で公的なものを与えることができる。これらに代わる。 人工飼料についても研究は進んでいるが、未だ実用的なものは得られていない。蒸気のように、このワムシは、うなぎ養殖場で大発生して、被害を与えていた。これに注目したのは、三重県立大の伊藤隆で、彼はこのワムシを海水にならせて飼育するのが可能なこと、微小藻類を餌として培養できることを発見し、稚魚の餌として利用できると提案した。 この当時、稚魚のための餌は天然のプランクトン採取に頼るのが普通であった。海足類や軟体動物の養成などが使われたが、量的質的両面においてどうしても安定供給ができなかった。そのために例えばマダイの種苗生産では数百匹レベルにとどまっていた。そのため安定供給可能なプランクトン治療の開発は絶望されていた。 この頃、治療用プランクトンの培養を手掛けていた平田によると、当時のワムシは関係者にとっては養殖業の外虫扱いであり、培養の検討などとんでもないという雰囲気があったよし。そんな中、餌として動物プランクトンを培養することも行われており、そこでは培養液に微小草類を培養し、その中で動物プランクトンを繁殖させるという培養法が使われていた。 そんな中、海シ類の培養を目指す中でこのワムシの繁殖する例が何度もあり、これに注目することになったという。そして、餌として、緑草類のナナクロレプシスアキアレイタが取り上げられ、しかも、これがこのワムシにとって、格好の餌であることが発見された。さらに培養を続ける中から、主に単性生殖する系統が取り上げられ、大量増殖が可能になった。 その後、ワムシの餌としては、パン工ボが利用可能なことも明らかになり、現在では市販されている、濃縮炭水クロレラを利用する工業的な培養法が確立されるに至っている。培養法は大きく分けて、植え継ぎ式と間引き式に分かれる。小磯が紹介しているのは校舎に基づく、より高度なもので、主たる培養層には新鮮な培養水を追加するための、 ろ過水貯蔵水槽、餌を追加するための治料を焦げ、それに増殖したワムシを培養水と共に吸い上げて、取り出すための収穫庫が接続されている。ワムシの密度はそれに応じた治料の追加量調節によって調節される。細菌などの侵入を防いで、培養環境の悪化を防いだ状態で、例えば S 型ワムシを水槽サイズが 1KL のそれで、ワムシ密度5000個体。 ミリリットルでそれを100日以上にわたって維持する。この水槽からは、日産30億匹を生産する。さらに L 型ワームシは低温に強く、摂氏四度では2週間保存可能なことから、これを海水で洗浄した後に酸素を飽和させた、摂氏10度の海水で冷却すると、そのまま密閉容器に入れて10億匹を段ボールに収容し、そのまま冷蔵を宅配便で配送することが可能になる。 記載は、主として、岡田ほか、P416 小磯水野、P54 ウォーカー以下、萩原、P434 から435、及び小磯和虫講座第1回平田 P81、小磯萩原 P434 ゴメスエトール、萩原 P433 から434、ゴメスエトール、平田 P73、和虫講座第1回和虫講座第1回、 小磯 P259 萩原 P433 ここまで和虫講座第1回平田ここまで和虫講座第1回和虫講座第6回小磯ありがとうございます